スターズのタイトルの由来っていうのはどこから？星座っていう意味でスターズにしたんですけど、でそれもだから54曲の中の1音だけが鳴ってて、それぞれ全く関係ないわけですよ、ね、うん、関連がないから、こうなるとで、いつタイミングも分かんないから、ただ音が54箇所からポン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 と出てるだけで、普通に考えたらただそれこそ音だけっていうか散らばってるように思うんですけど、あの確かに最初は聞いた時はこう音が一つ一つ点が散りばった状態なんですけど、聞いてるうちにある音をいくつか頭の中で繋いじゃうんですよ、タララランとかタタンタタンとかいうのを、要は割とその近い並びの音っていうのが偶然入ってくると、それこそ点を3つ重ねて線に頭の中でくっつけちゃうみたいに、人間の方で作曲する能力っていうか、っていうかそうしないと安心できない人間っていうか、ただ一応全然違う音がバラバラに入ってきてるだけではやっぱりそのまま受け止められない、ある程度こうパターン化した音をパターンとして受け止めてしまうってことは、それ作曲してるわけで、人によって違うパターンを作ってるかもしれないと。でその時にそういえば星座ってそれだなと思って、星は勝手にいろんなところにランダムに配置してるけど、人間はただブツブツと見てるんじゃなくて、こう形結んで勝手に羽の形にしたり人の形にして見てるってことは、あれも別にそうしたかったんじゃなくて、あ、そう、まあそうしたせざるを得ない、人間はこう形にくっつけて見てしまうっていうのがあって、その星座っていうのはあるんじゃなくて人間が勝手に結んで作っちゃうっていうのが似てる状態だなと思って、で54個の星が空間の中で、勝手に瞬いてて、そこにいる人が自分なりの星座を作れるっていう音で、ということでそのスターズって名前をつけた。それはね、聞いてたら完全にやりますよ、本当に。本当にもう最初からあるようなメロディーとしか思えない音がこう途中まで聞こえてきて、パターンが。僕よく言うんですけど、音に責任はないって言うんですよね。あのいわゆる綺麗な音とか癒される音とか、その、汚い音とかうるさい音っていうけど、そういう音はないんだっていう、あの、そういう表現っていうのは全て受け止めた人の気持ちであって、音がそうじゃないんですよね。だから同じ音でもある時は不快に思ったり、ある条件の中ではすごく気持ちよくなったり、変わるわけだから、でも日常の体験として、あ、いい音だなと思うとか、こう気持ちいいなと思う瞬間はあるんですけど、それなんで生まれるかって言ったら、結構出会い方の問題、出会い方がいい出会い方をしたときはいい音っていうふうに思うし、たまたま出会い方が同じ音でも悪い出会い方した場合は、なんかちょっと不快な音になるということで、そこはあのちゃんと気をつけて判断しないとすごい怖いことになるんですよね。だからあの何でも静かな環境がいいとかっていうけど、静かな環境ほど怖いものないんですよね。無音の空間ってものすごく恐怖で、特に僕は耐えられない方なんで、だからそういう意味で言うと、これ多分、ね、音にそんなにこだわりはないと思うんですよ。むしろ空間ですよね。あのだから音が、例
えばものすごく天井が高いとか広いところで響いてると、その音を手がかりに空間のイメージがこう出てくるとか、だからやっぱり音を聞いてるっていうのは、空間を聞いてるんだと思うんですよ。でそこが気配とかって言われるけれど、ものすごく空間と密接な関係に出てるんで、響きですよ。音楽っていうのはどこで生まれるかだと思って、でまあこうオブジェとかああいうの作ってて本当に分かったのは、音楽は聴き手が作ってるんだっていう、音楽を聴いてるんじゃなくて、やっぱり聴く側が作ってるっていう、だから同じ音が流れてても、ある人には音にしか聞こえないかもしれないけど、ある人には音楽が聞こえてるっていうことはあり得ると思うんですよね。だからこう街中歩いてても音楽みたいな音のよく聞いてると、すごいリズミックにドアがパタンと閉まってトットットってきて、どっかのドアがまたパタンとかで、車がゴンっていうのがすごいリズミックに連なってたりするんですけど、忙しい人はそんなこと聞いてないし、で暇な人がこう聞いてたら、うまいことリズムだなって言って、その人には音楽ができてるし、そんなことよりも他のことを思って歩いてる人にとっては単に音が鳴っているわけで、結局そういうもんじゃないかなと思うんですね。だからいわゆる未だに20世紀初めのシェーンベルクとか、ああ人たちが作曲した音楽は、あんなものは音楽には聞こえないっていう人がいっぱいいるわけですよね。音が塊でなんかっていうけど、あれも慣れの問題で別に音楽じゃないんじゃなくて、その人には音楽に聞こえないっていうことだけで、音楽ってそういうもんだと。そうかもしれないけど、電子的な機器とか、あっちの方ですね、スイッチングでとか、あ手を振ると何か反応するとか、こう被ると、うん、なんか動かすと動くとか、なんかテクノロジーの表現のような分野だけど、キムさんのは徹底して、徹底してますね、そういうものとは違う何かがありますね。だって自分たちの生活ってみんなインタラクティブだなと思って、うん、こうページをめくるのも結構インタラクティブだし、うん、ご飯を食べるのだって、インタラクティブ。だから全てインタラクティブっていうか、普通の日常の動作が、だからまあ、枯葉の上を歩くったって別に特別なことじゃないんですよ。みんな経験してるけど、さっき言ったようにそれを音楽として聞く人はまずいないっていう、当たり前でしょってこう音がするのだけど、それを室内で枯葉が敷き詰められて、それしか体験する状況になると、やっぱり聞く側はいつもと違った聞き方をするんですよ。で自分の歩き方で音の大きさもリズムも変わるっていうことは、実は枯葉の音を聞いてるんじゃなくて、枯葉の音を演奏してるんだっていう、日常で自分がそういうことに気づくと、結局日常生活してるっていうのは実は作曲して演奏してる行為と一緒じゃないかなと思うんですね。昔はその美術が空間芸術で、音楽が時間芸術っていう言われ方してて、ですけど、まあ、それこそ20世紀だから、アインシュタインが20世紀生まれてすぐ時間と空間っていうのは
別々じゃないっていう、まあ、時空っていう考え方になったのは、本当だったらそれをベースで我々は今全てのことしてなきゃいけないと思うんですけど、いまだにやっぱり時間と空間っていう言い方してるのが、ちょっと何だろうと思うんですけど、僕の中でその時間と空間っていうものもこう違う要素っていうのは、その時間とは何かじゃなくて、我々が受け止める側の問題として面白いなと思ったのは、その大学の時のその教授っていうか、その電子音楽の権威の人がある時、目は積分で耳は微分なんだって言われたんですよ。でさっぱり分かんなくて、で多分先生も僕顔見て、あ、やっぱ分かってないなって感じで分かったと思う。でそれで例を示してくれてハッとしたんですけど、ビデオを再生してる時のことをまず例にとって、でプレイ再生中は映像は動いてる、で音も聞こえてる、でポーズボタン一時停止をしたらどうなるか、映像は止まる、音は消えるって言われた。だから積分っていうのはこう一枚一枚に切って、一枚一枚をパラパラ漫画のようにやるわけだから、どこで撮っても静止画っていうかは見えるわけですけど、じゃあ音もある時間で止めたら、その時の音が聞こえるかっていうとないんですよ、なくなっちゃう。なぜかっていうと、音は微分だから変化がないと存在しないんだっていう。で、あ、時間ってのは結局変化かっていうのがその時で面白いなと思って。だから僕らが時間をこう感じてるのも、何かが変化するから時間があるんですね。全く環境がずっと一定だったら、どれだけ時間が経ったかもわかんないし。それこそ太陽がずっと真上に、それ24時間もなくなると思うんですけど、ずっとあったらひょっとしたら時間っていう概念が出てくるかとか、何かがこうちょっと変化度っていうか、微妙に変化するのか激しく変化するのかで、やっぱ受け止める時に何かが、それが多分時間っていうものとすごく関係してきて、そういう意味で言うと、僕は多分その変化に興味を持っている人間じゃないかなと思うんですよね。だからそれで、あれもね、実は音楽なんですよ。だから日本語はほとんど使ってないんですよ。で結局アルファベットも音符と同じだなと思って、A から Z まで26個のものを並び替えるといろんな意味を持ってきたり、だからそれってドレミを並び替えるとレミドとかミレドとかパターンができるのと同じで、なんかそういうゲーム感覚で、なんか作曲と一緒だなと思って、でそれがもし日本語だとやっぱりその持ってる意味とかがいろんなこと考えちゃうと思うん で英語だとそういうこと考えて単なる記号としてこうやれるという面白さで、だからそれは自分が英語がもうネイティブにこうやれたら、そういうのもまたそんなに軽くは使えなかったと思うんだけど、本当に遊びですよね。でもその遊びなんだけど、なぜか A と R と T がくっつくとアートって言葉になると、なんかちょっと特別なこう感覚っていうかを覚えるっていうのが面白くて、言葉ってそういうところが意味を全くないくはならないし、
全てが分かるかというとそうでもないっていうのが面白くて、うん、だからちょっと突き放してあのアルファベットだとできるんだけど、でも結果として何か意味がこう生まれてきてしまうっていうのは言葉の面白いところだなと思うんですよ、うんうん、最初に言葉を用いたきっかけってどの辺ですかね。そうです。案外早いですね。多分そういうあのクロスワードパズルみたいな、うん、ああいうのの延長だったと思うんですよね、うん、そうすると何かの言葉並び替えたらなんでこの言葉になるんだろうっていうのぐらいで、そんなに言葉を使って作品にしてみようなんてことはもっとそれ以前からの遊びの延長だったね。そしたらジェームス・ジョイスとかレイモン・ルーセルとかもあまたやってるんだとか思って、そしてマルセル・デュシャンが一番ダジャレをやってたっていう、うん、そこでまた結びついて、そうするとどういったらいいんでしょう。いわゆる音を扱うということと言葉なり文字を扱うということとは割と同じ地平のところから出てきてるかもしれない。全く一緒だと思うんですよね。だから言葉でどういう考えとか世界を表現したいじゃなくて、うん、言葉が並ぶことによってどういうものが生まれてくるかっていうものが面白くて、だからレイモン・ルーセルが B を P に変えるだけで意味が変わるとかっていう発想で小説作るとかっていうのはすごくよくわかるんですよね。